はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、年末年始の暴飲暴食を癒すためにね、日本という国の人間はね、昔によう考えたことやなと思います。しかもね、この時期的にね、このドンピシャな食材を使うことにね、欠品することがなかったからというところで、各地でね、こう流行っていったんだと思います。それはね、株なんですよ。株の旬はね、春先とね、この、今の年末年始のね、この2回あってね、特にこの寒い時期のね、株っていうのは甘みが増してね、美味しいとも言われているのでね、この時期ね、ぜひね、食べてみたい食材の一つでございます。でそんな株にはですね、白い根っこと葉のね、部分あるでしょ、あれのね、両方にですね、たくさんの栄養価がね、含まれております。まずその根と葉の両方に含まれているのが、抗酸化作用の強いビタミン C でございます。水溶性のためにね、これはね、水にさらしすぎないことがね、大切です。またね、根っこの部分にはですね、炭水化物の一つであるでんぷんをね、消化しやすい形にしてくれるアミラーゼというね、成分がね、含まれております。ちなみにアミラーゼはですね、唾液、口の中の唾液あるじゃないですか、皆さんにもあるでしょう、あの中にも含まれております。さらにね、辛みの元になってあるイソチオシアネートっていうのがあるんですけどね、あれは消化機能をね、高めてくれる他にですね、殺菌効果も期待できると言われております。皆さんご存知のね、お正月明けの7日にね、食べる七草がゆってあるじゃないですか、あれに入ってる神を呼ぶための鈴というね、意味を持つ鈴菜っていうのがあるんですけどね、あれはね、なんとね、株の葉っぱなんですよ。七草がゆの7つはですね、セリ、ナズナ、五病、運べら、仏の座、鈴菜、鈴代、この7つです。これね、僕目つぶってでも言えるんですよ。小学校のね、時に冬休みが明けて、3学期が始まる始業式の日あるじゃないですか。でその時に各クラスがこう順番に体育館に集まってくるまでにね、舞台の上で先生一人が立ってて、始業式の前説みたいな感じでね、毎年3学期の始業式の時に、集まったクラスからこうセリナズナってね、マイクを使ってね、舞台の上から教えてくれるんですよ。そうしてるうちに続々とこう各学年のクラスが集まってくるでしょ。そしたらその各学年の各クラスにも優しくこう話しかけるように、舞台の上からね、セリナズナってこう唱え出すんですよ。ほんで全校生徒が集まったら、それまでバラバラだったみんなの声が一つになって、セリナズナ、五病、運べら、仏の座、鈴名、鈴代、春の七草でね、七草がゆの七草をね、全て揃ってね、言うことができるようになりました。ほんでそのままね、校長先生の長い話が始まるんですけどもね、話を戻しますね。でその7つ全ての材料が用意できなかったとしても、株の葉っぱをね、入れたね、お粥をね、食べてみるのもね、正月で疲れた胃腸をね、休めるためにもですね、十分理にかなった食材と言えると思います。他の研究でもですね、 3% の食品数、買いすぎぐらいですよね、それと一緒ぐらいのお水にですね、3日間つけた株の浅漬けがですね、最もイソチオシアネートのね、生産量がね、多かったという報告もあるので、お粥の用意ができない場合であっても、浅漬けを食べるのもね、いいかもしれませんね。その葉っぱにはね、ビタミン C と同じくですね、体の酸化を防ぐ効果が期待できたりとか、ビタミン A が足りない時にですね、ビタミン A として働きを担ってくれる β カロテンもね、含まれています。でこれらっていうのはね、取った方がいいというかね、その体にちょうどいい時間帯があるみたいで、ビタミン C は朝に食べてください。ほんで β カロテンをね、意識して取りたいなと思うのであれば、夜に食べてみましょう。ただし特にこの年末年始の暴飲暴食っていうのはね、胃や腸がね、とにかく疲れるね、時期なんです。でそのためにね、その胃腸を休ませたいなという場合はですね、もしくはこれからたくさんご馳走を食べるぞっていう場合にはですね、どの時間帯でもね、アミラーゼとかイソチオチアネートの力をね、借りるべくね、株っていうのをね、献立に取り入れてみてください。株の料理をするのがやっぱ難しいなって感じやったら、漬物やったらね、買えるじゃないですか。だから簡単に用意できるのでね、もう食べて胃腸を癒してあげてください。僕は漬物はまだ食べれませんのでね、お粥でいただきます。そんな感じで今日は以上です。
今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。